小鳥さん、小鳥さん、おはようございます。朝です。今日も遊びに行きますよ。起きてください。今日は8月11日、能登生活4日目。今日だって海に行く。なぜなら夏休みは子供たちの分だ。では行こう。能登島トゥインブリッジ、てってれー。ここから能登島に渡ります。今日遊ぶ場所は島だ。海岸線すごいね。えらい道に来てしまいました。ジャングルです。到着しましたけど、あら、到着しました。八ヶ崎ビーチ行ってみましょう。シャワー、トイレあります。ただ休憩所はクローズです。ここで今日は遊びたいと思います。コーヒーショップはやってない。今度はオープンしてる時に遊びに行きたいです。それではただいまよりサップツアー出るぞ。うんこ、猫がうんこしました。で早速サップ行きたいと思います。サップツアー概要です。船の場所まで行ってんの。行っちゃう、ちゃう。あちゃん危ないからそっちです。葵さん、気持ちいいですね。うん、ほら行けよ。気持ちいい、いいね。イエーイ。ビビってるイエーイ。最高よ、この絵。養生パーリー。ヤッホー。風が気持ちいい。優雅ですね。ゴーン、スタート。私たちは今日、イルカに会いに来ました。イルカに乗った少年は今おっさんになった。ジョン・ジルです。立ってるんだから。あー、立ってるよ。最高。最高なんですね。どうぞ、いいのか、来てくれ。おーい、めっちゃ肩筋肉のある人みたい。ランチタイムは定番のカップラーメン。さあ、もうマックス海遊びをして今帰り道です。また穴水に向かって帰ります。最高だったぜ、能登島。ニュースピックスさんに取材をしていただいてます。はい、なんとまた輪島来ちゃいました。目的は今日も銭湯です。温泉じゃないです。銭湯が気に入ったのでみんなでまた銭湯に入りに来ました。昨日とは違うところ行ってみましょう。輪島の街並みいい感じです。雰囲気の残る街並み、漁師町って感じ。十蔵神社、足湯ゆらり。さて、目的の銭湯はここです。白山湯。あ、バンダイシステムじゃんこれ。私、何にも関係ないのに味のたたきを食べさせてもらえるみたいです。ラッキー。釣ってもなければ触ってもないのに味のたたきを食べれるみたいです。さて、皆さんに今夜の食材を紹介したいと思います。てってれー。岩ガキワンバスケット、重量にして20キロですね。20キロはないと思う。続きまして、てってれー。マガキです。
こちらもバーベキューで食したいと思います。こちら重量にして5キロですね。素晴らしい。これらの食材が、今田舎バックパッカーハウス特製バーベキューグリル、ザ・U字工、最高っすよ。スタンダードスタイルにして最強のバーベキューグリルで、何焼けちゃう。もう少し面白いこと言えないのかよ中川厳しいよ。天然パーマの動画は厳しいよ。スミはね、いつも怒られてんだから、動画の中で返しが面白くないって言われて。気をつけて。ヒビヒビゴー。なんと惜しげなく並べられる岩ガキのこの数々、しかも一個一個が超でけえ。はい、素敵な。これすごいっすよね。大きい。小鳥さん、小鳥さん、ちょっとインタビュー。クリーンどうですか？めっちゃうまい。うまい、よかったね。美味しいやろ。いやいやいや、美味しいこれ。お母ちゃんも食べて。いただきます。日暮らしの鳴き声が聞こえる田舎バックパッカーハウス、夕食の時間になりました。妻、とっとと俺に憎しみを込めて何もしないやつだよ。これ絶対入れないから。入れない、こんなのもう俺のこと風評被害だ。妻が今憎しみを込めてキュウリを叩いておりますが、今日の食材これ全部いただきます。こちら、今夜の食材。これ何？いただき物ってご近所さんから？あらー。あの、ご近所の方から、たくさんゲストが来てるので、食べてくださいって。食材ね、はっきりで僕ら買ってないです、こっち来てから。やっぱね、みんな来るとね、賑やかで、近所の人たち嬉しいと思うんですよ。そうだよね。ゆうべもね、たくさん差し入れしてくれたんだけど。ちょっと明るい日が出ると、やっぱ、この街自体、活気が出ると思う。なるほど。すごい大切だと思います。そうだよね。コミュニケーションの場所だもんね、ここね。そうそうそう。さっきね、僕がモビゴンで仕事してたら、隣の旦那さんが、俺今よ、ミョウガ取ってきたから食ってくれよ、つって、取れたてのミョウガをくれました。このミョウガがなんと、生で食べれます。めちゃめちゃ美味しい。取れたてのミョウガなんて食べたことないよ。ないですよね。うん。すごく美味しい。さあ、こんな感じでですね、田舎バックパッカーハウスは、共有で使えるキッチンがあります。鍋とかやかんとかフライパンとか、基本的な調理する器具は揃っているので、手ぶらできてもご飯作れます。 IH 対応の鍋少ないですけど、 IH の調理器具なのにIH 対応の調理器具がないので、そこは自分で持ってきてください。じゃあガスにしろよっていう話じゃないの、それ。いい子、注意点。はい、注意点、はい。こちらは、はい、ハイパワーにはしないでください。どうしてですか？イクさん、ガスにしてくれよ。なんでガスにしてないかというと、はい、万が一共有スペースでちょっと火がついちゃったら、それちょっと心配なんで。なるほどね。ただゲスト同士で、ハートに火がつくこともあるからね。ガラッと変えてきた。まとまりのない動画がで有名なのが天然パーマの動画です。本当はね、理想としてはここ畑にして、菜を眺めながら料理するっていう、ね。なるほど。それをまあ池さんに畑を起こすっていうところをやってほしいです。一番俺が興味ないやつだ。じゃあここの草刈り体験どうですか？いやっなんだけど。養生パーティー。これでこの葉っぱ燃やす。うおー、アンファイアー。イエーイ。はい、来たゆい。おー、きれい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 。うおー、いいよー、それ。13日金曜日。今日はあいにくの大雨です。今、みんなはお向かいのお家に取れた魚をね、お裾分けに行ってます。なぜなら、ここ最近このご近所さんたちからたくさん食材をね、お裾分けいただいてるので、お返しに魚を子供たちが配りに行ってます。地元じゃないな、こういうコミュニケーション。素敵。今日の能登は、あいにくの大雨です。今日はですね、富山の方にドライブをしてみたいと思います。岡岡市にやってまいりました。まず最初の目的は、富山といえばもちろん、ブラックラーメンチェーン。今日のランチは、
メンゾーレッツゴー。富山といえばブラックラーメン、楽しみ。チャン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 、でーでー、こればっかし。美味しそう、ブラックラーメン。いただきます。ではまずはスープから。あ、おいしい。あ、これはおいしいわ。いいお店に来れたね。おいしい。どうですか、小鳥さん。誰でもおいしい。おいしいですか、小鳥さんは。これネギトッピングでもよかったな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おとぎの森公園、またまた来ちゃいました。おとぎ公園、ドラえもんのふるさとです。地下回廊で自然や生き物について楽しく学ぼう。これじゃないよ。足跡を踏んでください。森の友達に出会えます。出てきた。トトロだ。見える？肘です。面白い。色々と学ぶことができます。よくできてる。あ、竜巻が起こるんじゃない？ほら、うわー、すげー。私は森の女神です。このおとぎの森は神秘の森。この場で触れる。いつもは見えない森の様子や、さあ、森の神秘を感じてください。森の今回はあの遊具では遊べません。なぜならどっしゃぶりの雨だからです。また来たね、この展望台。なんと向かいにはジャポニカ学習帳の本社です。こんにちは。仲良しハウスへようこそ。すごい、城下町の暮らしが再現されています。こんにちは、皆さん、こんにちは。お城に行きたいです。おーい。なんとこの地域も豪雪の時代がありました。昭和26年にはもう何十万都市になってたんだね、この辺も。ドラえもんが全館、オバキュー、そしてパーマ、エスパーマミ、バケルク、海の王子、キテレツ、21円も、梅干し殿下、モジャコ、すべて藤子不二雄ワールド揃っております。そしてご覧ください、これは記念すべき第1巻のドラえもん、しかも次回の予告です。正月号、しかも新年祭、てっちりー、これが第1話です。ドラえもん第1巻です。記念すべき第1巻読んでます。みんな読んでるよ。なんと100体のドラえもんです。全員違う道具を持ってます。みんなの記憶にあるドラえもんの道具ありますか？全部で100体ドラえもんいます。またまた帰ってきました。僕の友達がいる公園です。つまりみんなの友達がいる公園です。おーい、ドラえもん。おーい、のび太。汗ばんでるしずかちゃんもセクシーだぜ。ドラミちゃん。おい、ジャイアン。あわわわ、ジャイアン、ジャイアン、お、来たぞ、本物ジャイアン。本物ジャイアンだ。土管もありますよ、土管。のび太、青い。
今また能登穴水に向かって帰ってます。ところがですね、大変です。避難勧告が発生しました。富山県高岡市一帯ですね、大雨により、一部国道が通行止めになるなどが起こっているので、幸い僕たちが今帰路に使っている高速道路は、閉鎖になってないので帰りたいと思います。下の道がね、今通行止めになりました。河川の氾濫ですね、警報が出ているのは。それぐらいものすごい量の雨が降っています。くれぐれも注意して帰りたいと思います。よし、山チャンネルステッカー。さあ、じゃあ最後の記念撮影です。山チャンネルチーム、ついに出発。また日本のどこかで会いましょう。良い旅を。さて、今日は天気がいまいちなので、モビゴの中で動画編集をしたいと思います。葵と一緒に過ごしましょう。I'm sorry, but it's evident. In your phone 24/7. No reply when I get to 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The world was crazy. The lost inside the world. 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 Lost inside the world.絶対かっこいい。スヌープドッギー、あーおあーおー。8月14日土曜日、夜はですね、イクさんファミリーも自宅の方に帰られて、今日は私たち4人だけでこのバックパッカーハウスを使わせてもらってます。一旦ね、みんな休憩です。それぞれの家族の時間を作りたいと思います。夜ご飯はゆかちゃんのカレーいただきます。はい、召し上がれ。これうちのじゃないよ。そうなの。よそんちのママのカレーって美味しい。なんとルーを使っていないでしょ、スパイスからオリジナル。すごいね、すごい。なんか本格的な味がする。みんな、ちょうど今日でスタートしてから丸1週間になりました。この1週間で一番楽しかったのはどんな時でしたか？ショップ。葵さん、即答。こっちまで出てたもんね。またやりに行こうぜ。小鳥さん。昨日。ドラえもんの公演？あれ楽しい。ドラえもんの公演楽しかったよね。確かに。はい、母ちゃん。母ちゃん、輪島銭湯。それは、同意。なんか街自体もすごいさ、雰囲気あるじゃない。なんか全体的にすごく印象に残った。確かに。さあ、父ちゃんですが、皆さん聞く必要もないんじゃないかと思いますが、私は能登サーフィンでございます。一応ですね、予定ではまだあと2週間ありますので、大事なのは、言ってもたった3週間の旅なので、やっぱり途中でね、ダラダラしないように気をつけたいなと思います。ここでの生活はものすごい短くて、そして僕たちにものすごい特別な時間になると思ってます。だからさ、ボケっと過ごすような一日はないようにしよう。この3週間、日常は松戸に戻ればいつでもある。ここにしかない時間を本当にこだわって過ごしていきたいと思います。 Dude, that father is 10 and permed